単体商品の動画します。DPS5005-USB-BT っていうよくわからん型番のものです。で、結構ネットで見てると使ってる人はいるみたいなんですけど、通常がよくわからなくて今まで買えなかったんですけど、やっと型番とかが分かったのでちょっと買うことにしました。電源ですね。なんかちょっと変わった感じの電源です。で、型番としてはいろいろあって、3003っていうのから5000、3000シリーズと5000シリーズと、8000シリーズとみたいな、なんかちょっと型番がいろいろバリエーションがあるものなんですが、私が今回買ったのは5005の USB なんで、ここですね。6から55ボルトっていうのを入れると0から50ボルトを出力することができて、電流としては0から5アンペアまで出せるっていう、まあ、安定化電源的な使い方ができるものです。で、出力は最大250ワットとかです。本当にこのサイズで250ワット出るのかなって気がするんですけど、そういうものですね。で、ちょっと今までになく初めてこんな化粧箱に入ってきたので、ちょっとこういう商品もあるんだなと思って感動してるんですけど、絶対今までこういう段ボールか袋に入ってるだけのものが多かったので、化粧箱に入ってるのでちょっとびっくりしてます。で、物としてはですね、よいしょ、まあ、箱なんかすぐ捨てちゃうんであれなんですけど、メディアファイヤーの共有フォルダーになんかリソースが置いてあるらしいですけど、パネルに取り付けるタイプのものです。電源自体は、まあ、こんだけ、ほんとこんだけで、これがあの後ろに箱が付いてると安定化電源に見えるみたいな商品も結構あるみたいなので、中身が空っぽの安定化電源があってもおかしくないなと思ってはいるんですけど、 AC アダプターとこれが入ってれば安定化電源として作れるみたいな、そういう商品のようです。で、私が買ったのは USB と BT に対応しているというものなんですけど、これ USB も BT も同時にさせるのかな、なんかどっちかしかダメな気配をちょっと感じなくもないなと思ってるんですけど、あ、でもいけるな、いけるなというか、どこに刺すんだろうこれちょっと刺すところが想像つかないですけど、なんかモジュールが2個、おまけのように入ってます。で、ちょっとあれですかね、私がちょっとこのダウンロードリンクからファイルをダウンロードして、何か説明書があったらそれを見ながらやることにします。さっきのこの電源ですけども、ついてきたのが、まあ、よくある Bluetooth のシリアル変換チップが入ってるモジュールと USB 接続ケーブルですね。なのでちょっとよくわからなかったんですけど、結局この本体に挿すのはこのケーブル1本だけみたいですね。で、この本体の結構奥まったところにコネクターがあるんで、うまくさせることわかんないですけど、ここですね。ここにこのコネクターを挿します。よいしょ。よいしょ。ここが CTR 通信のポートで、このケーブルの先をこの Bluetooth モジュールにするか、この USB シリアル変換にするかっていうので使い道が変わるっていうイメージみたいですね。で、まず早速ちょっと電源を入れてみないと話が始まらないので、電源を入れてみたいんですが、と電源が結局あれなんですよね、この安定化電源の電源を入れるのに、なんかちょうどいい AC アダプターがあればそれでいいと思うんですけど、今ちょっと AC アダプターよりも安定化電源の方がそばにあるので、安定化電源でいきたいと思います。電源のここに、
って。よいしょ。よいしょ。これで電源が入るようになってるはずなので、ちょっとひとまずパワーを供給してみたいなと思います。使用上は、6から50ボルトになっているので、とりあえず12ボルトぐらいを入れています。とりあえず起動しましたね。とりあえず12ボルトぐらいちょっと放り込んでいきますけど、こんな感じです。で、ここがロータリーエンコーダーになっていて、ここで何ができるの？で 0.01V なのかな、これ。おお。なんかプログラマブルなんですね。あ、出た。これで今電圧出てるらしいんですよ。テスターで見ないと分かんないですね。はい、電源が入りました。で今、入力はこいつなんですけど、出力はテスターをつないであっちに電源が出力されてます。でいろいろ設定はできるようなんですけど、ひとまずただの、電源として使おうと思ったら、これはこのセットっていうところにカーソルを合わせるのかな、セットっていうところにカーソルを合わせて、このオンオフを押すと出ますね、出力が。今この画面上に出てる電圧がここに表示されてるんですけど、 5.06 がだいたい 5.03 ぐらいの多少の誤差ありますけど出せてます。でこの状態だとダイヤルを回すとそのまま電圧が出力も可変するようになっているので、普通の電源として使えそうですね。別にこれタッチパネルじゃないので、この横にあるアイコンが何を示しているのか今までちょっと僕分からないですけど、まあなんか隙間があるから表示させてみたみたいな感じなのかどうなのかちょっと分からないですけど、あとプログラマブルにできるところの設定っていうのも一応触れるんですけど、一応なんかこれはシリアル通信でそういうのが外部制御できるみたいなので、ちょっとそっちをメインにやっていきたいなと。なんだろうな、この数字がちょっといまいち何かがよくわかんないですけど、そんな感じで普通に電源としては使えるっぽいですね。次にちょっとシリアル経由でやってみますので、パソコンの画面をキャプチャーする準備します。PC の方ですね、シリアル通信で、アプリを入れて実行したら、まあ、スラッと簡単に起動しました。こんな感じの画面です。でさっきもそうだったんですけど、この通信でつなげるとこっちの本体の操作が一切効かなくなるので、これはもうパソコンの画面上で操作するしかないモードになるみたいですね。どっちからも操作を受け付けるって感じにはちょっとなってくれないみたいです。今画面上で 5V になってるんですけど、ここでもう電圧を回していくと、この目標の電圧が合わせて変わっていくので、ちょっと今入力電圧が低いのでそれ以下にしか選べないんですけど、まあ、ある程度設定ができて、アンペアも上限がこれ設定できるっていう感じですね。でここのショートカットってのはちょっと私もいまいちわかんないですけど、なんかいろいろ変えれるみたいです。でも画面の明るさとか変える必要があるのかっていう話もあるんですけど、画面の輝度をここで変えたりもできます。これ多分本体でできるのかな、ちょっとそこまでよくわかんないですけど、電源としてはこんな感じで、履歴もグラフとして乗るようなので、
どういう風に出力をした電圧かっていうのをここでグラフ化してデータに取ることができるっぽいです。いや、そっか。で、本体の電源をちょっとこうやってリモート経由でオンにすると今電圧が出てて、電圧をこうやって変えると、その変えた電圧の履歴がグラフとして、まあそれに対しての電流が出てくるので、簡易的な、まあ、電源の電流計みたいな感じの使い方ができるんじゃないかなという感じですね。うん、入力電圧も出てくるんで、これもほとんど合ってる感じではありますけど、いろいろできそうです。で、テストのモードもいろいろ選んでステップで変えていくことができるようになってたりしますので、まあ、ちょっとしたプログラマブルな電源っていう感じですかね。私はちょっとここまで使いこなす自信はないですけど、何かいろいろ試してみるのに使える気がします。で、あ、このデータグループってここですね。どういうシチュエーションの時にっていうのを一通りにパラメータで取っておけるような感じになってますね。まあ、ちょっといろいろ数字かけてみないところもあるんで、使いやすさが抜群って感じではないですけども、一応履歴っていうか、なんていうんだろう、プリセットを読み込んだり書き込んでおいたりすることができるのと、あとこのオートテストっていうのをまあ一通り選べる。電圧はスタートストップってのはちょっとよくわかんないですけど、まあ、ステップが変えれるから、まあシーケンスで変えるっていうのもできるんですね。まあ、それぞれ電圧電流はステップで変えていくっていうのは、時間単位でステップで変えていくってみたいなこともできるようです。結構いろいろできるんで面白いかもしれないです面白いかもしれないです言っちゃあれですけど、値段の割にはいろいろ遊べそうな感じですね。あと続いてスマホアプリの方を見ていく感じにします。はい、で今度スマホ版ですね。スマホの画面今多分別画面で出してると思うんですが、こんな感じの UI になっています。で、グラフが、まあ、一応時間遡ってみたりとかできるのと、今ちょっとこのダイヤルの使い方が分かんなくて、これは 5.6V までしかいかないけど、どっかに上限設定がしたのかな、わかんないですけど、これ電圧と電流を変えたければそれぞれ選んでこのダイヤルを回すと数字が微妙に変わるんですけど、あ、こっち、あ、ここで変わる、桁を選ばなきゃいけないんですね。これ何を変えたいかと桁を選んで回すと、回って下の電源ボタンを押すと、ここに電圧が、よいしょ、ごめんなさい、実際に壊れちゃいました。アプリ上で入力した、まあ、なんか桁単位で選べるので、まあ、ある程度微調整が効くみたいですけど、ある程度微調整した上でこの下の電源ボタンをじっと押すと、こんな感じで電圧が出ますね。スマホでも調整できるんで意外といいかもしれないです。もうこのスマホを単体で持ってグリグリしてれば電圧が調整できるので、まあ、つまみに手を伸ばすが早いか、スマホを触るのが早いか分かんないですけど、画面上で電圧と電流がの履歴がたどれるっていうのは、ちょっとこの本体だけではできないポイントかなっていう気がします。で、さっきのプログラムモードみたいなのは残念ながらちょっとスマホアプリではできないみたいですね。あくまでも履歴をたどることしかできない機能しかありません。ただあれがあります。このグラフのデータを CSV で吐き出すっていう機能があるので、データ取りに使うっていう観点で言うと、それはそれで使い物になるかなっていう気はします。なんか画面の横画面モードみたいなのがあったりとかするといいなと思ったんですけど、ちょっとそういうのもなくて、パソコン版に比べるとちょっとできないことも増えますけど、まあ、でもグラフと電圧電流の設定っていうのができるので、まあ、これはこれでありな気がします。ということで DPS5005USB ですけど、
意外と使えそうな印象です。いいなと思ったのはネットからダウンロードできるそのファイルの中にあのこのシリアル通信の使用書が入ってたので、最悪自分でアプリを作るっていうこともできますね。なのでなんか自作のプログラムである程度自動的に操作してみたいなこともできそうなので、そういう観点で言うと全部自分から全てを自分で作らなくてもこれをちょっと流用してっていうアプリとかデバイスを作ったりっていうのもできそうな気がします。でまあ操作性がいいか悪いかっていうと、まあ、これ単体だと本当に上げ下げとオンオフぐらいができればいいかなと思っていて、あとはまあシリアル通信経由でアプリとかを使って操作できるっていう用途もいろいろちょっと考えられるので、私はこれをペグボードにちょっと貼り付けて簡易電源として使おうと思ってるんですけども、これに対する電源を何を使うかっていうちょっと AC アダプターをどれにするか問題っていうのはちょっとあるので、そこだけですね。なかなか安い割にいい代物な気がするので、もし興味がある人はちょっといろんなサイトを覗いてみてください。